ちは。何その可愛い髪型、ありがとう。三つ編み、今日は三つ編みをしてみました。いい人かって言うけど本音は違うでしょうね。どうするの、制服が邪魔をする。よし、これで書けた。あと誰やっけ。なんちゃめって。制服が邪魔をする。あと君を見愛したいの。今日なめっちゃ目腫れてん。もうどうしようかな。どこで言うけど本音は違うでしょ。どうも、友達にもね、あのマイティのさ、マイのさ、イっていう感じあるやん、衣って、あの感じがつく子がいるんですけどね、あの一回な、間違えてな、なんか跳ねへんところは跳ねた、跳ねるところは跳ねへんく書いちゃってもたからさ、ちょっとそれの間違えんようにって思ってさ、マイティのやつ頑張って書いた。どうするこんばん、こんばんは、こんばんは、クソバンソーコ、こんばんは、クソバンホーバー、こんばんは、クソバンソーコ、こんにちは、こんばんは。自己紹介をします。じゃん。名前は亀のジオンです。ニックネームはジオンです。年齢は中学1年生13歳で、好きな食べ物はイチゴです。イチゴ大好きです。そして好きな言葉は〇〇ならできる、ジオンならできる、頑張ります。ペンライトカラーは紫と水色です。よかったら公園とかでたくさんフリフリしてくださいね。うーん、キャッチフレーズを今から言うんですけど、今からするんですけど、私が神様の音が聞こえるよって言ったら、その後にジヨーンって皆さん言ってください。画面の前でもジヨーンって言ってくださいね。あとお願いします。いきますよ。ほら、神様の音が聞こえるよ。ジヨーンの国にいらっしゃい。兵庫県出身、中学1年生13歳、ジオンこと亀のジオンです。よろしくお願いします。ジオンってありがとう、たくさんありがとう、ありがとう、ジオンありがとう。そう、また早くコロナ明けてね、あのライブであの何かコールしてほしいです。ジオンって皆さんに言ってもらう日がね、いつか来ることを願います。こんにちは、私はアメリカからです。本当ですか。アメリカからありがとう、ありがとう。 You are from America やっけ。ちょっと英語ができんか。あ、ギフトたくさんありがとうございます。皆さんありがとう。チュンとのメールが質綺麗ね、ほんまに。
マジで？やった。よかったです。じゃあ2公演で会いたい。本当ですか？ありがとう。本当はスルメ好き。あ、スルメも好き。スルメも好きやけどやん。そう。スルメね、おととい食べましたよ。え、さっきイカ。さっきイカ食べました。うん、今日梅カツオのポップコーンさ食べた、うん、ですね。あとどっちがどっちにしようかな。あとは黒田ふわちゃんと愛花ちゃんと、待って、今何枚目、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 あ、そうや、1,2,3、あれ書いた、書いた、あとコハタンと、コハタンとフワちゃんとアイカちゃんコアタンとフワちゃんとアイカちゃん、コアタンとフワちゃんとアイカちゃん、どうしようかな迷う。これ全部ね違うやつなんですよ、今残ってる3枚が。誰がどうしようかなと思って、これはフ、あ、コアタンかフワちゃん、いやー迷う。うん、まあいっか、この順番。これがフワちゃん、プロだフワ様、フワ様様、フワちゃんの感じ。なんかこうやって見たらさ、ジオの字がさなんか変すぎてさ、なんか合ってるっけとか思ってます。アイアンに渡したポップコーンって何味？梅かつおです。梅かつおな、めっちゃおすすめからさ、あのどっちがいいですかって2つ味を持って行って選んでもらって、なんか梅かつおってなんか珍しいからそっち選んでもらって、そのなんか梅かつおのポップコーン、なんかそのお店でも一番人気だそうで、なんでよかったです。美味しいかな、美味しいと思ってもらえるかな。かけた。ギフトありがとう皆さん。ハートやお花やなんか文字が書いてあったやつとか。ありがとう。ジオングは何時間かかったの？なあれは2時、ほんまやったら3時間その枠の撮ってもらってたんですけど、2時間かけて作って2時間で終わりました。だから1時間ぐらいあの何て言うん、カットできたみたいな、あの何て言うんやろ、1時間分早く終わったみたいな。そう、
可愛いないから分からへん。配信のやつで言ってるけどさ、なんかどこが出るか分からんかった。あ、巻いた、そう、1時間巻いた、そうなんですよ。あ、みゆきさんスタイルめっちゃ良かったですね。めっちゃ良かったです。今日のショールームで質問返しをします、イエーイ。で今考え勝手に考えたんですけど、なんでよかったら皆さんたくさん聞きたいこととかたくさん入れてください。質問コーナー、イエーイ。質問たくさん書いてください。うん、ありがとう。ギフトとかかわいい、タコちゃん、だるまなどなどありがとう。手先が器用なんですな。いや全然全然なんですよね。手先不器用ね。なんか一回完成してなんかくっつボンドでくっつけるってなった時に、あ、壊れてへーと思ってもう一回やり直して、でもう一回なったら、あ、またみたいな、もうそれ何回も繰り返してねところとかもあってなんですよね。1月9日はどんなテーマ、どんなコーデのテーマですか。1月9日は年が明けてから一発目のお話し会なので、あのおみこさんをします。うんですね。名前がすごい、なんて読むの。亀のジオンです。うん、亀のジオンです。ニックネームはジオンです。よかったらジオンって呼んでください。小学校の思い出を教えてください。小学校はな、自然学校が一番思い出かな。自然学校で、なんか看板みたいな、なんか夜になんか友達と一緒にめっちゃ真っ暗な時にトイレ行くってなって友達がやったから、なんか一緒に来てって言われたんで一緒に行ったんですよ。でちょっとトイレがその部屋からちょっと離れてるところにあって、そこ行くまでの道になんか山みたいなのが近くにあって、それでなんか山の近くの方に看板があって、そこの道通らないんですけど近道でなんか行ったけど、なんか横その隣の一緒におった友達がなんか横見たら、え、あれ人じゃないって言って、看板を人に見えちゃって、夜やったから暗くて、でジオンも、え、そうちゃんとか言ってんで、それで友達が泣いて、もうその後にもうジオンたちがトイレ終わって部屋に戻った時にジオンらが泣いてたから、みんなも見に行ったら、そのみんなもお化けに見えて、人に見えて、なんかもうみんなその6年生3組だったんですけど、3組の子ほぼ全員の女子が泣いててびっくりしました。あ、3組じゃない、1組や1組、そう1組やったんですけど、1組の子全員ほぼ女子全員ほぼほぼほぼ泣いてて、もうそれでびっくりしたっていう話ですね。けど言ったら自然学校が一番楽しかった、なんか修学旅行よりも。そう、なんか6年生の時の最後らへんになんか卒業アルバム、卒アルで、なんか紙になんかいろんなクラスごとになんかみんなで書くことがあって、でみんなで一番小学校の中で一番の思い出書こうってなった時に、その一緒にいた友達も同じクラスだったんですけど、その子らと一緒に絶対自然学校やなとか言いながら自然学校って書いてましたね。修学旅行よりも楽しかったっていう思いですね。なんか楽しかったっていうか、いろんな思い出がありましたね。してみたいユニットある？してみたいユニット、してみたいユニット、あの公園でですか、ウィルビーアイドル公園でですか。ウィルビーアイドル公園はね、もう2つのユニットをもうやらせてもらったんで、目指せ夢でキスミですね。えって感じやけど、そうまだまだね、そこまでの行くレベルに達してないかもしれんけど、目指せフワちゃんということで、目指せ夢でキスミです。
道頓堀の船に乗った感想は、なんかいつもなんか道頓堀とかたまにあの歩いてて、その恵比寿橋の方から下から「え船通ってる」とか言って、ずっと昔からなんかあの見てて、また乗りたいなって言ってた方なんで、あの初めて乗ったんですよ。だからもう嬉しかったですね。でなんかめっちゃ朝早かったんですけど、ちょっとそのやっぱ人気じゃないですか、恵比寿橋のところって人が多く集まるイメージなんで、なんかそのまだ朝早かったから少なかったんですけど、そうなんかめっちゃ見られて恥ずかしかったですね。なんか撮影でこんなんとかこんなんとか坊主やってたのに、それを見られてた、ガン見されてたからもうめっちゃ恥ずかしかったですね。そう、自分の好きな髪型はやっぱりんごちゃんが一番、なんていうの、困った時になんかくくりやすいっていうか、それもあるし、なんか自分的に好きですね。はい。一番好きないちごの食べ方は絶対にあのそのまま食べるっていうやつですね。絶対そのまま、なんか練乳かけたりとかするよりもいちごそのまま食べた方が絶対美味しい。いちご狩りとかでさ、みんな練乳買ってさ、なんかわざわざ買ってまでさ、みんなつけてるけど、絶対そのままの方が美味しいってジオンもずっと言ってるもん。毎回同じことな、行った時でもな、いつもその子練乳持ってきたりとかもしてるんやけど、絶対練乳つけん方が美味しいってとか言って、なんか練乳つけた方が美味しいっていう、まあ好みですよね、個人的な。そうなんですね。ホラーやんとか来てる、自分が。あれね、そのね、あの人に見えたやつはなんかその次の日の朝見た時は看板やっていうことで、あのびっくりしたなとか言って、なんかそれがなんか2日目ぐらいの夜やったんで、なんか3日目の夜からもう全然怖くなくなって、そうなんですよね。あの行けました。死ぬ学校って4泊5日じゃないですか。だから荷物もめっちゃ多かったし、もう重すぎてな、バス降りた瞬間荷物持つじゃないですか、いや重いってとか言いながら、しかもなんか女子部屋の方が一個奥の方の上の方にあったんですよ、山みたいなこう斜めになってるから、そうこの辺にあって、だからえもう遠いってとか言いながら、もう友達と一緒にもう重い重い荷物を頑張って、リュックとあのなんか何やろ、スポーツバッグみたいなのを一緒に持っても大変でした。うん、なんですよね。ギフト皆さんありがとうございます。たくさん音符とか、何良い音しようみたいなの言い初めて見たとか、ハートのギフトとかありがとうございます。ジオの体重はリンゴ何個分、リンゴの重さがまず分からへん。最近ジオの体重測ってないな、体重計に乗ってない。また測ってみます。まず測ってみます。身長測りたい早く。なんかあのそのなんかまだ1年になってから、あのそのちょっと1年の初めぐらいに測った頃からなんで、これから今までその測った頃から今にまでにちょっとでも伸びてるかなと思うんで、どうな、メンバーとかにも、7期のメンバーとかにもあのちょっと身長高くなったとか言われるんで、そうなんでもう早く身長測りたいですね。
あ、ジョーもいちごに砂糖をたまにかけるかもしれん。アイアンさんの公演の感想。まずなんかそのオーバーチャーかかって、その開いた瞬間からもうすごかったですね。オーラがすごかったです。今日の朝起きてからアイアンさんのショールームまでの時間でその準備したりとかして、その余った時間に DMM でもう一回見てたんですけど、もうすごいなって思いました。なんか映像とかもなんかもうすごかったです。なんかあの私のなんだっけ、なんか NNB48 は私にとって青春でしたみたいなのを黒板に書いてあった時にふわちゃんと一緒に見てたんですけど、ふわちゃんと一緒に卒業でしたってことは、あ、卒業だ、青春でしたってことは卒業するんじゃんとかってちょっとワンチャンとか思ってみて、そっからだけどやっぱりまだアーヤンさんはまだ卒業しひんかなって思って、そうなんかあとそのしてほしくなかったんで信じてなかったというかあんま考えんようにしてたんですけど、でそっからなんか制服でなんか髪型も変わっててすごいなって思って、でめっちゃ可愛かったですね。はい、もうあとなんか最初の頭3曲の最後の曲かなのあの「空洞化せてくれ」がめっちゃかっこよかったかっこよかったです本当に、うん、かっこよかったです。で夢に色がない理由も最後アンコールで開けた瞬間に歌ってはって、なんかはいすごかったです。なんかジオンたちもあのウィルビーアイドル公演でアンコールの一番最後の曲として夢に色がない理由を歌って踊ってるんですけど、あのやっぱりなんかアーヤンさん一人でもやっぱりちょっと違うなって思いました。なんかジオンたち7人でやってるのにアイアンさん1人なのに、あれちょっとジオンたちよりもすごいな、めっちゃまあそりゃそうやけど、なんか人数がそのジオンたちの方が多いのにジオンたちが負けてるかもって思うからもっと頑張ろうって思いました。昨日のブログ良かった、ほんまに頑張って書きましたそう、カメラマンあのねっけ2個目の動画ぐらい、あの映像ぐらいの時にあの彼女かみたいなやつでなんかそれの撮影者がジュニシレイさんだったんですけど、うん、すごかったですジオンもねレイさんのそのいる場所に折れたらみたいな、なんて言うんやろ、うん、思いました。届かせてくれドッキリやと思うよね、ほんまに思いました。もうドッキリかなって思ったもん一瞬って、ふわちゃんと終わってから言いましたもん、あのアイアンさんが卒業発表されてからで、なんかふわちゃんと最初にこれほんま最初ドッキリやと思ったみたいな、ドッキリかと思ったみたいな、で最近カムリライブでなんか卒業公演とか卒業発表とかが続いてたのもあって怖かったんですよ、なんですけどほんまにやってびっくりしましたね。黒板の文字は劇場でもざわついてほんまに、そうなんかやっぱり思うよなって、青春でしたっていうのはね思いました。うん、たくさんハートのギフトとか音符のギフトとかありがとう。センターにはいつ頃なる予定？もうすぐなりたいですうん、ちゃんの
まずはなんかジオの将来の夢は NMB48 の選抜メンバーに入ることでいつかセンターになることなんで、まずは選抜メンバーに入ることを目指して、アイアンさんみたいに選抜メンバーに入ってセンターになれるぐらいに頑張ります。そして引っ張っていけるような感じになりたいですね。頑張ります。コジリンのツイッターに載ってたジオンの画像可愛いね。あ、そうなんですよ、コジリンさんのツイッターに載っけてくださって、はい、嬉しかったです。そう、なんかその日朝27日の朝、ジオンとコジリンさんとミイキさんがめっちゃ早くって、朝が一番最初だって、ね、に入り時間がだったんですけど、そのマジでジオンが起きたのは3時ですね。ちょうど3時にアラームかけました。でそっから準備して、準備終わったらちょっとだけもう一回寝転んで、はあ、もう朝かと思って、まだ真っ暗やのにもう朝と思って、もう行かないととか思いながら、もう早く寝たいなと思ったんですけど、思ってたんですけど、はい、なんか行ったらねめっちゃ楽しかったですね。れいちゃんのショールームで壇上にそうなんですよ、ヨニセネさんのショールームで1回9位まで行きました。びっくりしました、自分も。なんでこんな上におるんやろうとか思いながら、いつの間にかずっと星投げしてました。そう、なんかほんまやったら昨日なんかジョニスレイさんにもお話とも、ジョニスレイさんともお話ししたかったんですけど全然できなくって、そうなんでまたお会いした時にお話ししたいなと思って、何っけ、 NNB ショップの10B チーム B2 のビツーさんの何っけ、オクトーバーのランダム写真5枚のやつを前買ったんですけど、2セット3セット1セットは自分のお金で買って、他2セットはお母さんに買ってもらったんですけど、なんかそこでジョニスレイさんも当たったし、山本彩香さんも当たったし、小島かりんさんも、山本美香奈さんも、梅山ココナさんも当たって、と卒業発表もされた東ゆきさんとかも当たって、ゆきつんさん、卒業発表されたゆきつんさんとあーやんさんが当たってよかったです。あとはしんしんさんも当たりました。あとなんか研究生のやつが絶対1枚入ってるじゃないですか、入ってるみたいなんですよ。なんでそこにはふうあちゃんが1枚入ってて、もう1枚の方にはゆなちゃんが入ってて、もう1枚の方にはこはたんが入ってて、なんか最初研究生のやつ入ってない、入ってるって知らんかったからなんかびっくりしましたね。一番下に研究生のやつがあったんですけど、1枚ずつ次誰やろうって思って、次やったらこはたんで、えこはたんやんって思って、なんかもう二度見しましたね。そうびっくりしました。公演後に彩香さんに会えたの、会えました、もう、はい、もうずっと写真も撮ってもらって、彩さんにもっと話そうねって言ってくださったんで絶対お話しします。あーやんさんの卒業公演があったら絶対に見に行きます。何もなかったな、見に行きます、行きたいですね。もうこんな時間や。引き強いな、それなです。思いました。
じゃあもう時間なのでランキング読みをしていきたいと思います。いきます。13位、鈴木一郎さん、ありがとうございます。ありがとう、いつもありがとう。12位、碇シンジさん、ありがとうございます、いつもありがとう。11位、ヤマピーさん、ありがとう。10位、オレオさんでいいかな、ありがとう。9位、レオッキーさん、ありがとう、いつもありがとう。おお、8位、ジーナさん、ありがとう、いつもありがとうございます。7位、かぼちゃなかずさんさん、ありがとう、ありがとう。6位、まっちゅんさん、ありがとう。5位、みっちーさん、ありがとう。4位、しゅんちゅさん、ありがとうございます、いつもありがとう。3位、すひろさん、ありがとう、いつもありがとうございます。2位、おほしさま、ありがとう、いつもありがとう。1位、さとうし、ありがとう、いつもありがとうございます、ありがとう。ランキング読みをしていきたいと思います。かわいいやって。ありがとう。ランキング読みをしていきたいと思います。ありがとうございます。あーやんの卒コンはユニットしよう。アピールしとかないと。いや、ほんまに。もう一緒にユニットできる日が来たらね、と思います。けどもう残り少ないんで、もう絶対お話いっぱいして、また写真撮ってもらいます。はい。ありがとうございます。年内まだ配信できそう？え、できるかな。なんかまた1月1日に新春公演があるんですけど、その日のレッスンっていうんですか、練習とかがあるんで、なったらできる日があったらしますね。はい、ありがとうございます。それではもう終わります。スクショタイム、イエーイ。いきます。あ、こっちにしよう。待ってな、先にとくいい話しよう。ありがとう。いきます。5 3 2 1。ありがとう。それではまだできないかもしれないんで先に言っておきます。皆さんいい音しよう、いい音しよう。一緒にジャンプしてカウントダウンもしましょうね。覚えてますか皆さん。一緒に11時50 59分50秒になったら一緒にカウントダウンして59、せーの、ジャンプをするのを覚えてますか。皆さん一緒にやりますよ、覚えておいてくださいね。では今日もありがとうございました。いいお年を。バイバーイ。バイバーイ。寝ないでくださいね。